皆さんこんにちは、高取木と言います。これなんでこれ今回 YouTube を始めたかというと、まあ、本当に、まあ、相撲クビになって10年経つんですけど、本当にこうやりたいなと思ったことがあったんですけど、これがなかなかできなかったと。で今回その YouTube が出た、でいろいろこう手伝ってくれる人がたくさん出てきた、その中であこれだったら俺がこう相撲協会にいるときにやりたかったことをこれ全部言えるなと、まあ、そういうふうないろんなこう考えで今回 YouTube やりました。まあいろんな楽しいこともおもろいこともここだけしか聞けないこともたくさんあると思うんで、ぜひこれ YouTube を見たらこれ全部ピッピッとこう検索してくれて、ここでこう仲間になってください。よろしくお願いします。内容的には高取木部屋どういったことをまずやってる？本当にだからもう今正直な話、子供が相撲取りになりたいっていう人間が、俺らの時はもう本当に相撲取りになりたいっていう人間が年間やっぱ150人ぐらいいたんです。でもそれをこう、まあ、勧誘であったり自分で志願して入ったりね、で自分とかもう藤島部屋の中で15人ぐらい入った中では志願兵が10人ぐらい、今はもう勧誘ばっかりで、あと学生高校相撲の人間がある程度相撲を勝ちた人間がなると、もうそういうことにやっぱりこう危機感を、まあね、お前関係ないだろ相撲取りでもないのにと。けどねやっぱりね、やっぱ12歳から相撲好きでね入ったらね、やっぱりね高校を何とかしたいっていう気持ちがあるんだよね。だからそれを伝えるためとか、あと協会の人間がこうなんていうの、こう海を出し切ったっていうけど、もう正直1割しか出してないからね。だからその9割をもう出したい、もう戦々恐々としてる人もいっぱいいるだろうけど、だ俺が知ってる話は全部これから楽しく聞いてくださいよ、面白いからですね。え、何でも聞いたら答えてくれるの？何でも答える。本当に申し訳ないけど、相撲取りの時の親方やってる時は本当にもうバカ親方だよね。もうだからもうその外見えてないから、外がわからないけど、これ10年外見て商売してきて、やっぱり商売もいい時はね、やっぱ店も20軒ぐらいやって、ほんで売り上げも15ぐらいあったんですよ。あ、これだったら相撲協会の100億抜いてやろうっていう気持ちがあるんだけど、でもそういうわけにはいかないんだよね。やっぱ人生ってやっぱちゃんとしっかりしたシステムを作って、しっかりした形を作っていかないと、そういうふうに大きくはなれない。もうずっとやっぱ子供の時に12歳からで、12歳から相撲なりたいなと思って、それで行ってから、そこからもう何年経つ、50年40年か40年経つんだよね。40年の中でやっぱりこういろんな外見て、中じゃ分かんないこととかいっぱい出てきたんでね、それをだからやっぱりこういろんな人にも聞いてもらいたいし、あこういうふうな方向をやったら相撲界も再生するかもしれんねっていう話もやってみたいし、まあそれで世間的な話とか、まあ、楽しい話も入れながら、こうその高取木部屋っていうチャンネルをこれからずっと続けていくんで、まあ滑舌悪いんですけど、まあうまく、できるだけうまく相手に伝わるように喋っていきますんで、よろしくお願いします。何が今一番だから相撲取り魅力がないのか、まず飴とムチで、飴とムチの飴の方を行くと、坂本あたりで表に出てる金が5億6億、まあその倍ぐらいは上げるような、そういうシステムにしたらやっぱ魅力あるよね。ああそうなってくれるように、俺はだからそういうふうになれるようなシステムをちゃんと今からこれドンと出すんで、それ聞いて、あなるとなと思ったら、それはそれで、あこういうのもいいんじゃないかって言って、まあ、もし相撲協会の上の人も聞いて、あこれ面白そうだなって言ったら、
どんどん出してもらって構わないんで、はい、できればもう俺が死ぬぐらいまでには、だからやっぱりこう相撲取りになりたいっていうのがね、野球と双璧になるぐらいな形にしたいね。正直話ね、正直な話言うよ、今だって白鵬とかの相撲見てたら、もう10人目でも誰が優勝するか分かるわけよ、ね、でも俺らの時は誰が優勝するか分かんない、本当に分かんないからね、まあ、高輪は圧倒的に強かったけれども、これがもう誰が優勝するか分かんないから面白い、うん、だから人気ある、本当に。だって俺がテレビ見ててね、ほんでこう終わった後テレビ見てんだもん、あの最後までじっと終わって、うん、相撲をね、だからそれ次の対戦成績が誰かとかそういう作戦を練るために 見てるんじゃなくて、純粋に相撲が楽しいから見てる。だから俺が楽しいのに、ね、ファンが楽しくないわけないじゃない。だから俺らの時のね、相撲の瞬間視聴率って何パーセントあったと思う？まあ、人の聞いた話だけど、自分は見てないんだけど、もうだから一番多い時 40% 以上あったの。そう、だからそれぐらいあったわけだから、今でもねやっぱ十何パーセントっていうのはあるわけだから、十何パーセントっていうことはそれだけ見てる人も多いという中で、もっとファンも増やさないかんし、もっとだからクリーンに、もっと透明にしていかないといけない。でも透明に行くためにはどうしたらいいかっていうことをこれから一緒になって考えていきましょう。もう 90% もう批判してくれても全然構わないんですよ。ただ 10% の人が見てくれて面白いなって言ってくれたら、あ、これはもう毎回見てすごいためになるなとか楽しいなと思ってくれたら 10% で十分なんで、うん、まあ、今回YouTube 始めますけれども、まあだから、まあ、YouTube ってこうなんだろう、みんなをこう楽しませてこういう YouTube なのかなと思う YouTube もあれば、やっぱこうやって真剣にこう話しながらこういろいろためになるかどうか分かんないですけど、まあ、そういう話もまた YouTube なのかなと思って、まあ、その5社の YouTube をね目指してやりますけど、まあ、それで、まあ、いろんな人がこう見てくれて、いろんな批判もしてくれて、いろんな共感もしてくれて、その中でこの YouTube がずっと続ければ俺は嬉しいなと思います。で今日はもうあの第1回目で、まあ、ここで、まあ、とりあえず終わりますけど、まあ、2回目からは、まあ、どんどん、最初はもう最初から一発張り手一発で相手カウンターしたらそれで終わってしまうから、もうジャブでちょっとずついきますので、まあ、楽しんでください。よろしくお願いします。義理のお父さんの時のね、太郎さんとかね、もう中学校しか出てないでしょ。こんな遊びのつもりでハワイからピストル何十人も持って行ってんだ。ピストル。だって親方、だって俺が野球やってても、だって親方ピストル持って行った方がよっぽど悪いよって言って行ったら、時代が違うんだよって言われたけど、つい最近で笑ったのは、だから結局マリハナの問題あった時あった。マリハナね、主犯親方でしょって言われて、ふざけんなお前は、相手俺らタバコも吸ったことねえのに。でもこれ、俺本当チャンネル登録をお願いしたのは、もうそれを相撲ファンが、もうだから俺の後ろにはね、どれぐらいいるんだよと、そのどれぐらいいる中で俺はこの画面に向けて喋ってんだよっていうことを正直分かってほしいから、これを本当に自分と賛同してくれる人がいたら、どんどんこれチャンネル登録して本当によろしくお願いしますよ。